どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで。 現在、この動画を撮影しているのが10月12日の木曜日なんですけれども、今回の動画はドラフト2週間前時点での超最新事情についてです。さあ、気づけばドラフトまでもう2週間。基本的にはピッチャーの上位指名が濃厚とされていますが、その中で岡田監督自ら高卒キャッチャーの育成、そして指名について言及しました。これから一体どんな方針で進んでいきそうなのか、で、どんな選手が候補になっているのか、この点についてお話をしていきます。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をします。 していや、早いですね。これからクライマックスシリーズ、ドラフトでその先の日本シリーズと、まだまだ2023年のプロ野球、タイガースの戦い続いていきますが、その中で、今回注目したいのはドラフトです。タイガースは今シーズン、18年ぶりのリーグ制覇成し遂げましたが、直近の戦い見ていても、ドラフト1位選手の活躍、これがめちゃくちゃ目立ってます。長期的 に戦えるチームを作るために這い抜きのドラフト中心なおかつ日本人選手の中軸を作りたい、まあ、こういう目標というのをずっと球団として持っていましたが去年でいうと近本選手大山選手佐藤選手のドライチクリーンナップで今シーズンは近本選手が一番です。そこに森下選手が入って新たなドライチクリーンナップこれも作ることができたでその他ピッチャーのドライチ選手でもしっかり一軍の力になってくれてるまあ、こういう流れというのもあるんでまず大注目のドラフト1位タイガースはどんな選手を指名するか現時点でいろんな選 選手ががが、候補にに上がってていいまますが岡田監督はドラ指名に関しししし公表しなここのことを断言しました。で、岡田監督のコメントですが、俺せえへんよ。そんなん当たり前やろ。だから NPB に各球団言うなって、もう言うたらどうやって、俺言うてんねん。フロントにな。今年はお客さん入れるとか言うてるから、そんなん面白くないやんか。何のためのドラフトやねん。コミッショナー通達で、マスコミに言うなと言うたら終わりやんか。そんなん簡単なことやろ。そこではっと会場が湧くわけやんか。誰指名するか。そんなん分かってたら盛り上がらへんや。まあ前はリモートやったからあれやったけど、今回お客さん入れてて、 テーブルついてるんやったらマスコミには言わないっていう。そういうような指令出せばええと思うけどな。それはマスコミに仕事させたらええんや。考えさせたらまあ当たらへんけど、何もすることないやんか。公表したらとこのように岡田節も炸裂。ここは心理戦の部分もあったりするんで、なかなか12球団足並み揃えるのは難しいかもしれませんが、岡田監督の意見もファンとして納得できる部分、やっぱりこのドラフト1位選手。まあ1番盛り上がる部分ですからね。第一巡希望選手というコールの後にどの選手の名前があるか。最後の最後までドキドキできる。まあ、今シーズンタイガースはね。 岡田監督ののの考えもと最最後の最後まで、公表ししなないいいののが濃厚ととうことでで一体どんな選手を指名していくのかでそういった中で今シーズンのドラフト、もうこのチャンネルでもね、ドラ1候補の選手についてご紹介してきましたが、やはり今シーズン、基本的にピッチャーの上位指名が濃厚。今年なんかほとんどピッチャーやろ。ヤシはほとんどいてないって言うてるやん。俺はもうピッチャーの方がええかと思ってるけどなと、このようにコメント。これまでこのチャンネルでは東洋大の細野投手、青山学院大学の常広投手、で、東印横浜大学の小瀬投手など、他球団含めてドラ1、 意思名が濃厚なんじゃないかという選手ご紹介してきていますが、どんどんドラフト近づくにつれて新たなピッチャーのリストアップというのも判明しています。で、ここでもピッチャー2人ご紹介できればなぁと思いますが、まず1人目が中央大学の西立裕一です。このピッチャーもドラ1濃厚選手としてよく名前上がる選手ですよね。183センチ79キロ、max155 キロのストレートを持つ本格派ウアンスライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップ、スプリット、いろんな球種を持っていますが、クイック投法でガンガン投げてくるピッチャーなんですよね。で、僕も映像を見ました ククイック投法ですから基本的にバッタ刺されてるんでですすよねですのでもうバッタバッタ三振取っていくで中央大学でいうと昨シーズンのドラフトタイガース1位で森下選手指名してますからねずっと見てきた先輩が上の世界で活躍してると、まあ、こういうコメントも出していますが一体タイガースはどういう舵取りをしていくかそしてもう一人が大正代の上田タ大河投手 182cm86kg マックス 154kg こちらも本格派ワンスライダーカットボールカーブフォークチェンジアップこちらもいろんな球種を持っていてそれぞれのスカウトのコメント と聞いていても先発はもちろん経験がある分中継ぎでもいけるんじゃないかそういう声というのも結構ありますでこの上田投手実はタイガースとも縁があって小学生時代所属した南式野球チームそのチームの監督がタイガース湯浅投手のお父さんだったんですねですので2つ年上の湯浅投手とも一緒にプレーしていたということで小さい頃から悪君と呼ぶ中でタイガースの優勝については嬉しかったタイガースファンというよりも悪君ファンですとこのようにタイガース湯浅投手とも縁があるピッチャーですがタイガースも上位指名候補としてこの上田投手をリストアップして ででですのでここまでご紹介してきた通り今シーーーズンののののタイガースのドラフト基本的にはは上位ででピッチャーを指名するこの方針といいうのは変わらないでしょうただ、岡田監督は一つの理念として、これは就任した時からそうですが、高卒の選手を育てなければいけない、こういうプランというのを持っています。で、その中で記者の方が、将来センターラインを任せられるような高校生をと、この質問を岡田監督に投げかけた際、そんなセンターラインの高校生なんていてないやん。おったら今頃新聞みんな書いてるやろ。すごいよおったら。結局なかなか難しいわな。キャ,ッチャーの補強 ええわ。キャッチャーは育てんとあかん。もうキャッチャーは高校生よ。みんな今までもそうやんか。プロ野球の名キャッチャーってみんな高校生やん。高校の若い時からプロのボール受けとかなあかんということよ。野村森に始まってキャッチャー高校でやでだから、俺も高校でのキャッチャー一軍キャンプに呼ぶんよ。藤田と中川な変に頭の中の癖がつかん。うちに新鮮なうちにプロのボール受けさせなあかんと。このようにコメント。さあ、皆さんは岡田監督の新たなキャッチャー育成理論どのように考えますでしょうか？まあ、確かに思い返すと、今年の春のキャンプ中川選手と藤田選手1軍キャンプに。 時期ありましたよねそして試合に出るという流れはありませんでしたが中川選手を実際一軍に登録しプロのピッチャーまあ、タイガースのレベル高い投手陣のボールを受けるそういった舵取りというのも実際シーズン中行っていたでそういった中で今シーズンドラフト上位指名は基本的にピッチャーになりそうですがいわゆる回指名で高卒の選手でその中で高卒キャッチャーを新たに指名するその可能性も高まってる中で一人候補として上がってるのが宝徳学園の堀選手まあ、この堀選手僕も映像を見ましたが高校生キャッチャーナンバーワンとの呼び声高い 理由わかりますね。まあ、とにかく肩がめちゃくちゃ強い。春の選抜で見せた。二塁バズーカ早急タイムは1秒87。めちゃくちゃ肩強いですし、足も速く高校通算14ホーマーパンチ力もあります。まあ、た、だこの堀選手ま他、あ、球団のスカウト表というのを聞いてても、もしかしたら3以上の上位指名じゃなければ取れないんじゃないかまあ、そういう声もある。選手なんで、この辺は他球団の出方を伺いながらになると思いますが、一体どの順位で高卒キャッチャー指名するか、これも注目ポイントです。まあ、やっぱり近年のタイガースキャッチャー運用梅の選手坂本選手。もう この二人の二強という感じですよね。まあ、梅野選手も今シーズン、左シャッコスの骨折があって、現在リハビリ中、なんとか日本シリーズに向けて戻れればということで、現在は30メートルの距離でキャッチングと送球、これを繰り返しています。補給は握力のリハビリも兼ねてやってみたけど、キャッチボール程度ならいけるかと、ここから徐々にという感じ。ちょっと痛みがあってもやった方がいいかなと、ある程度負荷をかけられるようになって、左手を戻していかないといけない。可動域が広がる前にやったら、また痛めるから徐々にと、このようにコメント。かなりキャッチャーとして重要な部分なんで、やはり慎重になっていかなければ、 で、梅野選手の場合はこの骨折だけではなく、まあ、シーズン中右肩も痛めていた、本、ま、当、あ、ほんと満身創痍状態だったんですね。だからこそより復帰は慎重に、まあタイガースファンの中でもそういう声が上がっている。まあこの梅野選手のデッドボールによる骨折、まあタイガースファンにとってめちゃくちゃ衝撃でした。残り39試合残したところで梅野選手が離脱。やはり今のタイガース、過去の経験値を考えても梅野選手、坂本選手、この二人がもう突き抜けてる状況なんですね。梅野選手が離脱した後は長坂選手、坂井田選手、この二人を登録していましたが、やはり やはり優勝決まるまではずっと坂本選手がマスクをかぶっていた、まあ、この事実があるように経験値の差というのはかなり大きいで今後のタイガースもし坂本選手にまで何かアクシデントがあれば本当にその時どうするんだというぐらい、まあ、次世代キャッチャーの育成というのは大きなポイントになっていますまあ、おそらく CS 以降も長坂選手、坂田選手が一軍に登録されると思いますが長坂選手が29歳、坂田選手が25歳でその他のキャッチャー見ていっても片山選手29歳、藤田選手21歳、で中川選手が19歳ある程度年齢のバランスは取れています ますが岡田監督がもうキャッチャーは高校生から育てたい、まあ、こういう考えがありますから新たにキャッチャーを獲得するまあその可能性は現時点で高いんじゃないかなというふうに考察しますということで最後になりますが今シーズンのドラフトまあ、一つタイガースファンの中で声上がっていたのが岡田監督がどこまで介入するかもうこれですねまあ、ちょっと岡田監督はそこまで入らなくてもいいんじゃないかと、まあ、タイガースファンの中でも結構ねこういう声上がっていてで僕の動画のコメント欄でもそういった内容をいただいておりましたが岡田監督は今年の指名候補の選手の映像を見たかと記者 の方に問われるといやそんなに見てない。見てない。ドラフトに関してはそんなに見いひんよ。ある程度任せとるから。まあ、それはスカウトの1年間の成果やからな。それは最低限はビデオを見るけど、評価はほとんどスカウトに任してる。そんなん当たり前やんかスカウトの唯一の正月や年からとこのようにコメント。これは矢野前監督が youtube 動画でお話をされていたことですが、例えば2020年ドラフト村上投手であったり、中野選手。これはある程度矢野監督の意見が通ったそうでで、その村上投手と中野選手まあ、いわゆる開始名ですから、まあ、こういった部分でね。まあ、岡田監督がある。 意見を通す。まあ、その流れはあるかもしれませんが、基本的に上位指名。まあ、ピッチャーに関しては、もうスカウトの方がね、いろんなところ飛び回って、それぞれのピッチャーを評価しているわけですから。そういった部分は、もうスカウトの方に任せながら、こういう高卒キャッチャーの育成とか、ある程度、俺はこう考えている。まあ、そういった意見もミックスして、それぞれの選手を指名する。まあ、この流れになるんじゃないかなと。で、岡田監督は続けて、去年はもう俺が監督に決まった時から、そのやったやろ補強というか、補うところ。左ピッチャーが少なかったら、左ピッチャー取るとか、そういうバランスのあれやからな。でも、そこにマッチする。 選手がおれへん年もあるから全部うまくいくいいわけじゃないまあ、俺はもうチーム的には野手よりも今年はピッチャーの方が A ええかなと思ってる。上位の方はな。野手はちょっとやっぱり下で、若いの、高校生取っておかなあかんからな。バランス的にと、このように語っています。ですので、もうドラフト2週間前時点、タイガースのざっくりとしたね、指名プランというのを考えていくと、上位で即戦力ピッチャー、ここはブレずで、下位の方で高卒選手を指名する。近い将来、まあなんなら2024年シーズン見据えた補強と、4年5年後、まあ2030年あたりですかね。まあこの辺でグッと、 出てきてくれたらという選手。まあ、そこをミックスしながらのドラフトになりそう。今後一体どういう指名があるかで、今年のドラフト、何人指名するか、この点も引き続き注目していきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画では2週間前時点のドラフト最新事情について、そして岡田監督が新たに明かした高卒キャッチャー育成プラン、この点についてもお話をされていただきました。さあ、現在タイガースには7人のキャッチャーがいますが、そこから新たな獲得となればより激しい争いというのが予想されます。一体これからどういう流れが待ってるか、引き続き注目していきましょう。皆さん。 2週間前時点のドラフト最新事情についてどう考えますでしょうか よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン、押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この半身情報客、チャンネル登録者4万8700人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者4万9000人ということで、今後とも半身情報客、なりとぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラフ ありがとうございましたさあもうドラフトまで2週間タイガースが一体どういう舵取りするか引き続き注目していきましょうゲームダウン